冬が終わりを告げそうな、まだ肌寒い夜に、おでん屋のお屋台の明かりが灯る。新宿の小さな裏通りにはさまざまな涙があり、生きる難しさを知りました。小さなおでん屋の親父は涙を流して、すんませんと言って涙を拭って笑った。俺には娘に会う資格なんてないよと独り言を言って、私にそっとはんぺんをくれた。 Hey yo 娘に会いたい。